松井義雄は日本の政治家、大阪府議会議員、大阪府議会議長、長男は大阪市長で日本維新の会代表の松井一郎、関西大学文学部を経て、関大の第二部法学部政治学科を1965年卒業、八尾市役所に入り市職員を経て、1971年4月25日の 第7回統一地方選挙に無所属で立候補。南元町を拠点に選挙運動を展開し、34歳で、八尾市議会議員に4位で、初当選した。続く1975年4月27日の第8回統一地方選挙では、23位で、再選した。1979年4月25日の第9回統一地方選挙では、 大阪府議会議員に倉替えし、自由民主党公認で初当選した。1996年5月、大阪府議会議長に就任した。2007年局日中受賞。松井は高所得の議員として有名で、府議の最後の年2002年についての資産公開の場合、3位の3250万円。府議の平均所得の2倍という高額だった。 松井が1975年市議に再選した際、同じ38歳で初当選したのが八尾木を拠点とする大松千太郎。大松の息子が2019年4月に八尾市長に初当選した大松美に。なお、大松美道は市長選の際、松井義雄の長男、松井一郎が代表を務める大阪維新の会から公認されたたかった。 その大松葛みぎに敗れた現職市長田中聖太は大阪府議時代松井親子と八尾市選挙区で戦っている。1999年の府議選で松井義夫と2003年の府議選では自民党公認で初出馬の松井一郎と民主党公認として争い当選2期を務め八尾市長に倶えした。ありがとうございます。